破木山水とは、破木の技法を用いて描かれた山水画のこと。摂州の破木山水図が著名である。破木山水図東京国立博物館像、初木山水図、杉浦春光昭和三年作個人像、破木山水図は、摂州が1495年に制作し、弟子の葬宴に与えた山水画。東京国立博物館に所蔵される。 摂州自身の長文の時代がある。時代の中に、破獄の方民で学んだと述べているので、この名があるが、基本的には、発獄山水だという意見もある。破獄という用語は、東代後半から使用されてきたが、時代や文脈によって意味が違っている。現在の水墨画では、墨点と墨の濃淡で立体感を表すことである。 薄墨で幼少描き乾かないうちに濃木を転じる技法という解説もある。濃木が薄墨を弾き、濃木が薄墨を破る効果を生む。水墨画の技法として元時代以降広く使用されている。輪郭線を中心にした白病に対立する技法である。ただ輪郭線を全く使用せず墨面だけで表現する発木とは異なる。 破綻という用語は、書道においては、墨線と墨線が交差して、墨を弾いたような効果を出す現象に使用される。東大後半には、早く鋭い筆法で描く墨点の集合で表現する山水の意味だったらしい。ありがとうございます。